ラスール・ガムザートビチ・ガムザートフ1923年9月8日2003年11月3日はおそらく最も有名なアバル語詩人である。いくたある彼の詩の中で特に鶴は広く知られるソビエトの歌となった。1923年9月8日にコーカサス北東部のアバールの村津アダで誕生した。父ガムザートツアダサは巧妙な吟遊詩人であり、 山岳地帯で昔から伝わっている銀遊詩人の詩歌を未だ継承していた。彼は飛行機が初めて着陸した空地へと急いで駆け出していった地元少年グループに関する最初の詩を書いた時まだ11歳であった。父は詩の書き方を教えてくれた先生でもある。様々あるラスールガムザートフの詩でゼーモータになっている。ガムザートフは1952年に スターリン国家賞、1963年に、レーニー賞、1981年に、国際ボテフ賞を受賞している。ガムザートフの記念碑は2013年7月5日に、モスクワ中心部のヤーウズスキー大通りで公開された。スタンプ・オブ・ロシア、2013ウラジミール・プーチン・セルゲイ・ソビアニン、インオープニング・セレモニー・オブ・ザ・モニュメント・ツー・ザ・ポエット。 リスルゴムゾトーフィンヤーズスキーブールバールインモスクワモニュメントツーリスルゴムゾトーフィンマカシキラ。ありがとうございます。